阪神高速13号東大阪線は、大阪府大阪市中央区から、東大阪市の第2班値有料道路へ至る、阪神高速道路の路線。ほぼ全線が、中央台2の上を走る。1号環状線の内側の船場付近では、船場センタービル上を走る構造になっている。ほぼ一直線の道路であるが起伏が多い。特に方円坂一丁目あたりは、 南波宮の遺跡があることから遺跡保護のため効果とせずわざと平地にしている。また、阪神高速の南北を同一平面で中央台通が挟んでいる。出口は一般的に左側車線から分岐して設置されることが多いが、東域の中野と水槽の出口は右側車線から分岐している。そのため、これらの出口付近が渋滞すると本線車道の 走行車線ではなく追い越し車線が渋滞しがちになる。西石切りランプが、半ンナトンネルのすぐ西にあるため、奈良方面からあだいにナ道路を走行すると、半ンナトンネルを出たらすぐに本堂に入る形となる。阪神高速の道路情報ラジオの冒頭は、こちらは、阪神高速路側です。午前時分現在の道路情報をお知らせします。と放送される。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成阪神高速13号。東大阪線は奈良と大阪の中心部を最短で結んでいる。関係上交通量がかなり多く平日の朝の時間帯は東船場ジャンクションを先頭にした渋滞が頻発しており、ひどい時は水草付近まで渋滞が伸びる。ありがとうございます。